禁じられた強大な力が私の体を蝕んでいく。禁断のストライクソード、心まで好きにできると思うなよ。この唾、下がれ。無駄な戦いは好きではない。今の私の剣は命をも刈り取る。これが禁断の力。ベルゼルグ王国の魔法使いの力、その身に教えて差し上げます。立派な魔法使いに見えますか？みんな、げ元気、ゆきこみなるです。ということで、今回、なすきょう、禁断の卓列、伝説のレイン、冒険者フェスが来ております。星をメンバー 1.5 倍となっております。ということで、ですね、まあ、性能とかは、公式生放送で、発表があった通りでございますが、まあ、ある程度特徴を言っていこうと思います。まずこちら、禁断のダークネスの特徴につきましては、必ずや攻撃が当たります。確定で当たりますといった性能となっておりまして、まあ、こちらに関しては、過去にありまして、ですね、まあ、断末コラボですね。本当に初期勢として、やってないと正直わかんない性能となっておりまして、必ず当たるといった性能がありまして、まあ、そちらが過去にあって、まあ、断末コラボのアインズのダークネス衣装といった形であったんですよ。アインズの、鎧を着て、その鎧のバフかわかんないけど、攻撃が当たるっちゃ当たるみたいな形の性能があったんですけど、そこからですね、全く、その、専用が活かされていなかったっていう部分があったんですよ。で、そこから、バニル仮面を被ったら攻撃が当たるみたいな形になって、それが採用されて、まあ、今回そこからまた復活といった形かな。まあ、性能としては、まあ、闇版の、さらに上がった、アインズ衣装。アイズの衣装をまとったダークネスみたいな禁断バージョンみたいな形ではあるのかなと思いますけどね。うん。そういった形でございます。そして伝説のレインですね。早くも早くも登場の伝説レイン。こんなに早く出ると思っていなかった。自分も思ってなかったです。こんなに早いのみたいな。伝説に関しては約1年ほどかかるのに、こんな早く出ちゃっていいんですか？こんなに早くも雷アリーナというかね、雷属性のね、通常のレインがここまで落ちるかという形の性能となっているというかね、本当に通常のレインいらないじゃんみたいなレベルになってしまったので、まあこれを引いた方がいい気がしますけどね、まあ通常レインの魅力もあるっちゃあるけどね、うん、あるっちゃあるんだけど、まあそういった形で、まあ登場しちゃったのは仕方ないかなと思いますけど、はい、そして、ですね、まあ、レイの名声特性が追加されております。まあ、こちらの名声特性に関しては、王女様の教育係といったものとなっておりまして、まあ、アイリス様が最終ベーブと一緒にいると、まあ、攻撃が上がりますよ。まあ、レイン以外の、キャラたちが上がりますよみたいな形になってるはいるっちゃいる。まあ、ただまあ現存のアイリスまあ強いっちゃ強いので、まあそれと組み合わせれば強いんだけど、まあそこまで使うかアリーナで使うかっていう性能ではなさそう。まあ数字で使ってねみたいな形かな。
通常バトル使ってねみたいな性能ではあるかな。なので、まあ、そこまで名声にこだわる必要はないかなとは思いますけどねっていう性能となっております。まあ各種ですねイベントが開催されておりまして、まあチケットがもらえたりとか、結構チケット料がねもらえたりしますので、ぜひ皆さんもやってみてはいかがでしょうかといった形となっております。ということで無用ルーレットとかも始まりましたね。禁断引き放題ガチャがなくなってね、なんかまあ試してたんじゃないかな、うん、なんですけど、まあダークネスが入ってたりこれまでの禁断が入っているみたいな形なので、ぜひね無料でゲットしてみてはいかがでしょうかということで以上となります。